プッチーです。今日は カレーラーメン麺屋ココイチに来てみました。結構麺屋ココイチって知って見える方って少ないですよね。ココイチのラーメン屋さん、正面はこんな感じです。店内テーブルにはこうして、紙エプロンとか、担々麺用の穴あきレンゲ、うちわも置いてありますね。あとアンケート用紙、はい、メニューはこんな感じですね。セットメニューがあったり、このね、麻婆ラーメンっていうのも気になったんですけどね。ランチメニューがありました。そしておすすめセット、今回はね、餃子唐揚げセットを食べました。で、お子様系ですね。そしてスイーツはこれだけかな。ラーメン浮きましたね。よろしくお願いします。ありがとうございました。揺れてるし、光っちゃってるからね。じゃあ早速いただいてきます。お待たせいたしました。はい、そして野菜ラーメン、野菜中華そばね、こちらが来ました。はい、それでは一緒に食べていきましょう。はい、麺はね、普通麺を頼みました。太麺と普通麺が食べれるらしいです。めちゃめちゃ熱い。うん、食べてみましょう。うん、確かにココイチの味みたいな。ご飯がセットのご飯が小さい。じゃあこちらを、はい、野菜中華そば、おお、野菜の味が、ありがとうございます。はい、はい、うん、おいしい。いいじゃんこれ。食べた？食べな。ライス、餃子セット、餃子唐揚げセット。かかっちゃってたね。はい、来ました。食べてください。交換しようぜ。どっちがいい？じゃあいただきます。行ったり来たりしてるの珍しい。行ったり来たりしてるの珍しくない？さて、がっつり食べます。ね、チャーシュー麺もあるんですけど、肉がね、玉ねぎと一緒に牛丼の肉。珍しくてありがたい。うん、
自分で入ってこない。ココイチ。メニューココイチ。餃子。餃子。久しぶりにラーメン屋さんで柔らかいから揚げ結構固めだったからね。そう口が切れない系だうん、せっかくカレーなので魚人漬け入れてみましょう。どうやって食べてラーメンとか入れちゃいますか。微妙な食感楽しましょう。うん、うまい。あ、いいね。今日の打ち上げはこんな感じですね。はい、ごちそうさまでした。結構お腹いっぱいになりましたね。最後までご視聴ありがとうございました。それではチャンネル登録お願いします。じゃあねー。